その後、この翌年、夏次の選挙で安倍内閣が誕生してからですが、安倍内閣には質問主義書というのを受け付けて、原子力発電所で全電源喪失によって冷却機能消失と炉心溶融が生じることについてあなたはどう考えているんだと聞いたら、原子炉の冷却ができない事態が生じないように安全確保に万全を期してますというのは答弁書だったんです。これは一番上の箱に書いておいたわけです。で、政権が変わって民主、社民、国民、新党で連立政権ができましたね。連立政権が発足した翌年の2010年4月 の、 経済産業委員会では、民主党の直島さんという当時の経産大臣にやはり同じ質問をぶつけたんです。そしたら直島さんは、日本の原発は多重防護でしっかり事故を防いでいく、メルトダウンを起こさないさまざまな仕組みを作っておりますと、これは答弁なんです。で、これがその1年後には3.11 事故になったわけです。で、真ん中に鈴木敦之さんというのを書いてきましたが、まあ、この人も、まあ、原子力安全委員長をやりながらみたいなことを言っとったんですが、この人の場合実はここには書いてませんが、傑作な答弁があるんです。それはね、鈴木さんに、全電源喪失になったらメルトダウンになるだろうと言ったら、彼は、いや、吉井議員、心配いりません、おかげさまで日本の原発は同じ敷地の中に1号機、2号機、3号機、4号機、5号機、6号機と複数号機を持ってますから、この一つの原発が全電源喪失になっても他の原発から電気を融通してもらうことができるから大丈夫ですと。これが原子力安全委員長の答弁なんです。で、まあ安西先生のように立派な方もおられるんですが、安西さんの1年か2年後輩ぐらいになるんですかね、この鈴木さんは。東大の原子力工学科で教授をやって原子力安全委員長になったのが鈴木さんなんです。だから日本の原子力の原発の水準が大体いかなるものかっていうのは非常に分かりやすいと思うんですが、で、この鈴木さんの後に安全委員長になったのが斑目さんで、彼は最後の委員長、デタラメさんじゃありません斑目さんなんですが、で、そういうふうにね、本当にね、もう歴代の政権等もそれから原子力安全委員会も全部挙げて、全電源喪失になってもメルトダウンは起こらないと、もう妙な確信を持っていたんです。で、それがだから対策を取らなくて、それで外部電源も地震でぶっ倒れる、内部電源は津波でやられる、こういう全電源喪失を招いてしまったんです。で、そういうことが今回の問題としてぜひ皆さんに見ておいていただきたいことです。